粒が全然違う。これ竜針って水だけじゃないです、ね、水だけでも違うね。水だけでも違いますか、うん、すごい。やっぱり綺麗、本当に。もう枝もすごい。ここは一応収穫してない。ああ、そうなんですね。ハウスね。ああ、ハウスなんですよ。花だから、またね。社員自米2発じゃないと難しいって、ちょっとこの前。1回ですよ。あ、1回ですか。うん、あ、1回でご飯。この一発の技術が、はい、できたが、徳島でなかったかな。あ、そうですか。この試験で最初にしちゃって。でもこれをすぐに導入して、その技術を。自分のものに。だいぶ省力化できますもんね。省力化できるよ。本当に。2回目大変ですよ。花切りが満開、3日間満開して、前回から、地べ処理が、前回から2日目ぐらいやけんね。はい、3日か3日目ぐらいやけん。そこまで花切りができるけんね。はい、で一回したら今度すぐに適流ができるな。はい、本当ですよね。適、うん、流が早いほど、まあ、20日以内にできとったら竜針にはあんまり影響せんねやけど、はいはい、一番影響するのは前年の結果量。ああ、そうですか。うん、ああ、やっぱそうなんですか。うわ、めちゃめちゃ身に覚えがあります。昨年陽気鳴らしたんで。ああ、ほな、それがなきゃ絶対にようにならん。ああ、そうですか。結果量が良かったら次の年に何部頑張ってもようになる。適房とかのその南風さを置くとかが本当に毎年下手で草いっぱい腐らせちゃってるんですけど、特にベリーが。この間に2メートルに10個、はい、2メートルに10個、はい、2メートルに10個、はい、大丈夫やけどね。はい、壺20個ということで。壺で20個、1つはね10個というか。これで13、それもベリエも巨峰系も米国も変わらない変わらない。じゃあ今ブドウの葉っぱの生産量っていうのは一日によって多少違いはあるけど、ね、はい、うん、余計になる人はやっぱり品質に影響すると、はい、次の年が高めやな。ああ、うん、はい、なんでだろうね、なんでだろうって分からんね。なかなか皆さん前年の結果だよ。はい、ここはちょっと10個ぐらい鳴らしとるよ。やっぱ農大生が研修でやったところで余計鳴らしとると思うわ。あ、どうして、はい、切れかったらな、うん、用途さえね。ああ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個、あと1個か2個落としとってくれたらな。ああ、あと1個か2個。8個にしたら9個分取れます。8個にしたら、はい、はい、8個にし、8房にして 10個置いたら、はい、いや10個以上置いて11にしたら10か9か取れ。ああ、次の年に。あ、その年も。あ、その年もですか。うん、あ、そうですか。その年に慣れすぎだったら、ちょくちょく悪いでしょ。はい。なかなか色が変わる。なるほど。はい、これ慣れすぎたわけよ。こっちと全然ちゃうぞ。本当だ。やっぱめちゃめちゃ勉強。一発ジベできたら本当めちゃめちゃ高いですね。これ一発ジベで果実カボヒダやらってないですもんね。2回目の、すごい、はい、ちょっと花が咲く、はい、と実が肥大するとき、はい、最大肥大期と最終肥大期、この2箇所で、どこかで水分不足、早いほど水分不足はやっぱり答える。あ、答える県のブドウはそれなりに、はい、あ、それなりに、それだったら良くなる時もあってんの。あ、そうですか。そのかん、まあ、みかんとかも乾燥させた方が甘くなるとかって言われるんですけど、ぶどうに関しても、まあ、良くなる時も、まあ熟す時、ぶどうが熟す時はあまりよくやったら破裂
シェア席で、ね、ああはい、少量多汗水、あ、少量多汗水、うん、まあ、5日に1回ぐらい、はい、あまり吸収せんでいいかね、もう同分で散布したんでいいんですかね、わーって。うん、5日に、あの1センチぐらい乾くんですよ、はい、いや、1日に1センチぐらい乾く、この頃は5日で5センチ乾くけんね、はい、5センチ下にブドロネは大変おるから、はい、そこまで乾かさんようにするというね。あということは5日、5日に1回、5日作ったらもう、まあ5ミリ程度、5ミリか10ミリでいけるだ、そこから下にブドウの根が容器あるところまではいかん、ね、あ、はい、ということはその根が容器あるところは適水であるということ、適当に水がある、うーん、でそこから下へ水が浸透していくぐらいやったらちょっと多すぎるぜ。へえ、なるほど、なるほど。今の時期はもう水はほとんどいらない時期とか、そういうわけでもやっぱ5日に1回、少ないの、5日に1回ぐらい。